さあ、ということで、第5話の後編のその3に入ります。すごいね。3時33分だね。金氏、証言を一つお願いしよう。これ以上証言するようなものがあるとでも、ね、めちゃめちゃいいところ前でしたよね、前回。マニーを殺した確かな証拠を証明するには、事件前の行動を記載。この衛星駐留劇場で貴様は何していた？いいだろう。教えてやろうではないか。トロスマンショーを見ていたくらいのもんだがな。それで十分だ。話していただこう。この男を捕まえるには現場を去るしかない。殺人現場という、捜査の要よ。さあ、いきなり解決ですね。トロスマンショーについて。ショーは最後列で見たが、舞台は明るく客席は暗いんでな。私が客席にいたと観客に証明してもらうのは難しいな。だが、ショーの内容を覚えてる。それが証明になるだろう。あの感動、この目に焼き付いてる。決して忘れることはない。貴様、トロスマンショーを劇場で見ていた。本当だろうな。もちろんとも、殿様には奥深いものがある。すごかっただろ？俺の活躍はさ。貴様ではない。すごいな、殿様んだ。今日の殿様は必殺技がすごかったですよね。おい、次、誰だよ？この可愛い子は。さっきからずっといいだろう。石を見込むくんだ。私と共に捜査をしてる。こんな時になんですけど、よろしくお願いします。よろしく、みこもちゃん。俺、やはり、まさしってんだ。ギャラリーは黙ってさん、今はそれだからないわ。ケンさんよ、これが最後の高いぜ。うむ、これが最後になるだろう。あの男な。いい答えじゃねえか。俺もケンジを、いや、あんたを信じてみてもいいかもしれないな。この大事な局面、ミスルケンジに任せるぜ。なあ、任せたまえ。これが本当に最後の戦いだ。カーネーション、嘘を暴く。さあ、ということで、水球開始です。まあ、揺さぶりからですかね。カーネージは本当にショーを見ていたんでしょうか？まずそこからだよね。いや、トロスマンションの時にしか犯行は行えないはずだ。トロ様の手押しグラムに死体を積み込めるタイミングは、若様が舞台に登場していなかったシーンだけだからな。じゃあ、トロ様のショーが終わった時には、手押しグラムの中にはすでに死体が入っていたってことですか？俺、死体を運んじゃっての？それがしを利用するとは許すまじ、悪大感。トロ様の言い通りだ。この男に教えてやらねばな。トロ様に倒されるべき悪大感は誰かを。さあ、ということで、省内覚えてるってところかな。ここをね、揺さぶっていきましょう。内容ならば私の方が完璧に覚えてるだろう。でしょうな。さすがすぎるよな。そんなことはどうでもいい。なんだと？ミスレジ、余計なところで張り合うのやめなさい。そういうつもりではなかったんだが。まあ、トロ様の子なら俺が一番知ってると思うけどな。今日のクライマックスなんて最高だったろ？なあ、よくできてな。わざわざ呼んだ甲斐があったと思う。トロ様、サビダレ好きで悪大感をめっちゃ出し。あの感動、この目に焼き付いてる。そんなんだっけ？忘れちまったよ。自分の役の技ぐらい覚えておけ。それはトランスマンスピアの必殺技のことだ。そうとも、今日が初公開の新技なんだろ。トランスマンショーを見ていなければ答えられないはずだよ。確かにそうだ。詳しく貸していただこう。ここがでも穴になりそうだね。トランスマンショーは私と三雲くんも鑑賞していた。忍者男女には負けるけど、かっこよかったですよね。俺の編み出した新技、かっこよかっただろ。まさか。貴様が考えたのか？トロ様にさそう。そうだぜ。なんだっけな。トロ様、乱れすぎだっけ？乱れすぎ？乱れすぎてる？いや、トロ様、かぶ切りだったかな。自分で考えた技忘れるな。カーネイジの最後のアリバイはトロ様を見ていたこと。だが、殺人を行っていたんなら見る暇はなかったはずだ。
さあということで、サミダレ好きんとこだよね。ここで、このへこんじゃってるトノサマンスピアを突きつけましょう。トノサマン、サミダレ好き、間違いないだろうか。くどい。同じ質問を繰り返せば、私が間違えると思う。いや、その証言で十分だ。これを見てやる子。トノサマンスピア？このスピア、実はショーに登場していない。なんだと？残念なことに、今日のトノサマンには、ひときわおっちょこちょいで使えない熱血感が入っていた。言葉あろうにリハーサル中にスピアをへこませしまったんだ。みこもくん、今日のトノサマンの決め技は何だったかな。トノサマン大根切りです。そう、スピアが使えず決め技がギリギリで差し替えられたんだ。しかしショーを見ていたならば、その技名を間違えるはずがない。カーネジオンレッド、貴様、トノサマンショーを見ていないな。そうか、ショーを見ていないならば、ショーの間にマニーを殺害した可能性がある。ショーの間、どこにいたのか聞かせてもらおうか。何がおかしい。荒いな。あまりにも荒い論調だ。私はショーをちゃんと見ていたよ。そう、ほとんどすべてね。ほとんどすべてだと？なあ、途中で一度席を立ったんだ。トイレに行きたくなってね。その時、ちょうどその決め技のシーンを見逃したんだろう。そんなのいくらでも言い訳できるじゃないですか。技の名前を間違えただけでは、ショーを見ていなかった証明にはならないってことが。トノサマンのファンとしては全て見たかったんだがね。トノサマンのファンだと？ショーのクライマックスに席を立つような貴様に、トノサマンファンを名乗る資格はない。今のは誰？それがしでござる。やはり、どうして貴様が出てくるんだ。見過ぎ、ちょっと待つでござるよ。お前はこのじいさんをファンとして認めないって言うけどよ、俺はかなりの殿様ニアだと思うぜ。殿様ニアっすか。殿様のマニアと言いたいんでしょうね。ああ、そこは黙ってられねえな。殿様本人としてよ、私は貴様を殿様とは認めない。店さん、何が熱くなってるんですか。どうやらトノサマン本人に認めてもらえたようだ。私はトノサマンのファンなんだよ。ショーを見ていないわけはなかろう。子供騙しで滑稽で最高のショーだったよ。あの顔を完全に馬鹿にしてるね。あざめだけでは最後のシーンを見ていないことしか示せない。もっと決定的な証拠が必要なんだ。カーネージがマニーさすがに変わってるという証拠は。でもおじさん、あんたすげえな。トノサマンから褒められるとは光栄だが、何のことだね。どうやって調べたんだよ、トノサマン、サミダレ好きをさ。あの技はスタッフでも一部しか知らないぐらい極秘だったのに。極秘だと？やはり、今のどういうことだ。何か俺、おかしなこと言ったか。トノサマン、サミダレ好きは極秘だったのか。まあ、極秘っていうか、名前が決まったのがショーの直前だったってだけなんだけど。直前ってことは、知ってる人結構限られるんじゃないのかな。今日が初公開の期末だから、舞台監督がやたらないんだよ。ショーの始まる5分前に控室のホワイトボードに書いたんだ。トノサマン、サミダレ好きって。それでやっと決まったんだよな。まあその時にはもうスピアが壊れていたから意味なかったんだけど。トノサマンがこの男だったばかりに監督には同情するわ。結局大根切りに変わっちゃったからさ、トノサマン、サミダレ好きはなかったことになったんだよ。
画像の変更がバレたらまずいから内緒だって言われたりした。ファンコーレが敷かれていたということか。トランスマンサミダレ好きは幻の技になっちゃったんだね。だからスタッフもほとんどが知らなかったと思うぜ。その口を閉じたまえ。なんだよじいさん。黙って聞いていれば事件とは関係ない話ばかり。退屈で無意味の時間の無駄。言葉なしもしようと同じように。カーネジ、口を閉じるのは貴様のだ。何？結構ね、今のキーになりますよね。ホワイトボードに技名が書いてあったってやはりさん言ってましたよね。貴様も気づいてるんだろ。この男の証言がどんなに重要な意味を持ってるのか。大事すぎるよな。何を言い出すんだ。くだらないショーの裏側なのに重要な意味もなければ興味もない。ごまかそうだってそうはいかねえ。貴様は先ほどはっきりと口にしたな。トロスマンサミダレ好きど。しかしその名前はショーの開演直前に決まったもんだ。それがどうしたんだ。あんたが知ってる技はショーの中で使われることすらなかった。貴様はどうやってその技の名前を知ったのか。そうなってきますよね。その方法は帰れてくるぜ。カネジ、貴様は技の名前をこうやって知ったんだ。さあということで、見た聞いた考えた考えた偶然の一致すぎるよな。考えたわやばすぎるよな。奇跡すぎますよね。見たですよね。ってなると貴様は技の名前見たんだ。控え室のホワイトボードだな。スタッフたちには観光令が敷かれていた。簡単にその名前を口に出すのがなかったろう。出すればあとは控え室のホワイトボードを見るしかないんだ。じゃあカーネージは控え室に入ったってこと。そう繋がってきますよね。でもそれが何か重要なんすか。自分にはさっぱりっす。控え室は他の証拠品とも大きな関連がある。無視することはできない。控え室とマリンさすがに関係してる証拠品とは。さあということで、これは手押し車ですね。死体移動に使われた手押し車は控え室に置かれていた。ショーの間、控え室で出番を待っていた手押し車。ショーのラストで若様と共に舞台に上がった。そしてその直後、トロ様と一緒にアレバストに入ってる。つまり犯人が手押し車に死体を隠すことができたのは手押し車が控え室に置かれていた時しかない。なら犯人はショーの間に控え室を訪れた人物ってことだね。その通りだ。もしかしてだけどさ、事件は控え室で起こったんじゃないかな。なおそう、その可能性あるだろうな。ショーの年、控え室からは人がいなくなる。個室だから中に入ってしまえば人目にもつかねえ。それに犯人は手押し車で死体を移動する計画を立ててます。そう、劇場の控え室こそがマニーを殺害するのに最も適した場所だと考えられる。カーネージ、ショーの間貴様は控え室に行ったはずだ。なぜ控え室に行ったのか答えてもらおうか。ああ行ったよ、確かに控え室に入った。やっぱりっすか。逮捕っす、逮捕っすよ。待ちたまえ。何なんすか。私にも説明する時間をくれないかね。説明だと。トイレに行ったと言ったろ。あの時道に迷ってしまってね。道を聞くために控え室のドアを開けたんだ。誰もいなかったかね。ホワイトボードに書いた技見はその時見たんだよ。やろう、またしても。そうやって逃げるつもりだね。ミスさん、どうにかないの。足りない、まだ証拠は足りないんだ。こいつを追い詰めるには決定的な証拠が必要だ。そのためにはローズが控え室の捜査を行うべきではないだろうか。何か新しい物証が出る可能性がある。そうっす、ミスル検事が調べれば新たな事実がきっと見つかるっす。そうだよ、娘ちゃんを使って再現すれば何かわかるかも。その必要はねえぜ。何をウルフ、どういうつもりなの。意地悪と言ってるんじゃねえ。ただよ、もうすでに終わってるんすよ。
俺の部下たちは優秀だからな。何かの痕跡はなかったの？姉さん、答えは一つだ。何も出なかった。それだけだよ。マジか。そうでしょうね。何かあれば報告があってるはずだ。何も出なかったということは何もなかったということだろう。娘ちゃんに入力する情報もないんじゃどうしようもないよ。ここまでなのか。治外法権に守れていない劇場で殺害が行われたこと、そしてカーネージ自身が犯行を行ったということ、この2つを証明しない限りカーネージは止められない。私たちにはこの男を追い詰めるのか。どうやら君たちのカードは好きだよな。それでは私はそろそろ失礼しよう。君たちのせいで飛行機に乗り遅れてしまった。新しい便を押さえなければ。今度は誰？わあおばちゃんだ。待つんだよ。今度はあなたか。みっちゃん、なんだい葬式みたいな顔しちゃってさ。新規臭いたらないよ。だいたいさっきからなんだいおばちゃんのわからない話ばっかり。おばちゃん寂しくて危うく塞い込んでしまうところだったよ。なぜできたんだそうだよな。でもさ、みっちゃん元気出しなよ。おばちゃんがいいものあげるからさ。いいものとは？スペシャルすぎて腰抜かすんじゃないよ。おばちゃんからみっちゃんへの愛のプレゼントはこれさ。これはこれ、殿様まんじゅうっすよね。そうだよみっちゃん、これを食べて元気出してよ。とてつもない空気感になってるな。そろそろ帰ってもいいだろうか。みんなして急に黙っちゃって。なのさ、みっちゃん、おばちゃんの愛の深さ分かってちょうだいよ。おばちゃんだって適当にまんじゅう出したわけじゃないよ。スピードアップしてる。水さん、なんとかしてください。私に彼女を止めることはできないめっちゃついてたな今。悔しいったらないよ。みんなでおばちゃんばかりしてさ。このトノスマンチュだってそうだよ。他のと違って日の丸がついた特別性なのかと思いきや、食べたら普通なんじゃないかい。もうおばちゃんがっかりだったよ。日の丸のついたトノスマンチュだと、そんなものは聞いたことがない。確かに扇の日の丸が赤くなってるが、まさかこれは。ショーナとトノサマンジュは控室に置かれていた。しかし日の丸についたトノサマンジュなど存在しない。さあということで、日の丸トノサマンジュ、存在しないものが存在してる。この大きな矛盾、私たちの行くべき道を指し示す光になるかもしれない。お土産なんかあれだぜ。撮影所の偉い人から頼まれてさ。大使館に対して私よろしく言ってくれって。わざわざ手押し車に入れてまんじゅうは運んでいたけど、さあトノサまんじゅう。お分かりいただけだろうか。貴様は騎乗でマニーを殺害し手押し車の中に入れた。さあ手押し車の死体、そして何も知らないトノサマに死体を運ばせたんだ。ロジックのつながりを生んだ。たとえそれがどんなにか細いつながりに見えたとしても、その先に必ず真実に至る道が見えてくる。これはね、なんとなくわかりましたね。まず殿様まんじゅうと手牛車の死体かな。犯人は死体を手牛車にした。そのためには殿様まんじゅうを取り出さなければならない。被害室に住まれていたというトノサマンジュの箱、犯人の手によって手押し車から降ろされたんではないか。さあトノサマンジュを取り出した。さあでは続きまして、日の丸トノサマンジュとトノサマンジュを取り出したでいきましょう。そういうことじゃないかな、住まるところな。
存在しないはずの日の丸がついたトノサマンジュ。もしもこの日の丸が赤く染められたのが、犯人が手押し車からまんじゅうを下ろした時であれば、機関室でマニー殺害が行われた時ということだ。ならば、この赤色の正体もおのずと見てくる。大場薫さん。あなたに関する。あなたの差し入れは本当にスペシャルなもんだというだ。みちゃん。ミツル原子、どうしたんですか。カネシ、やはり貴様は控室でマニーを殺した。君はいつまでその話を繰り返すつもりだね。まだわからないのか、君のことは無意味で無価値で無力なんと。証拠だ。話を続けたければ決定的な証拠を持ってくるだな。その言う、その心。貴様は全ての痕跡を消し去ったつもりだったんだろう。しかし、ここに残されてたんだ。貴様を追い詰める証拠品が。なんだと？面白い。ケンさんよ。どうやらあんたは見つけたよな。この男の首に食らいつくための牙を。教えてくれよ。そのまんじゅうのどこが証拠になるってんだ。カーネージを追い詰める痕跡、それはこの分だ。さあ、ということで、これはこの日の丸の分ですよね。日の丸付きのトノサまんじゅう、そんなものは存在しない。よく見てほしい、この赤色、これは血痕なんだよ。え、何？血痕だと。ロースか、この血痕を鑑識に調べさせてほしい。驚いたな、こんなところから血痕を見せらせたんだよ。おい、こいつを鑑識ました。でもどうしてあんなところに血痕が。犯行流れを追えばその理由を見えてくる。やはり貴様はまんじゅうを手押し車で運んでいたと言ったな。ああそうだぜ、よく覚えてるな。ミスギ、あの手押し車、俺の息子を入れるにはちょっと大きいだろ。息子の顔をちゃんと見せるには上げ底をしなくちゃいけないしさ。ちょうどいいからまんじゅうの箱を積んでたんだよ。そのまんじゅうが控室の床に出されていた。なぜか。そうか、犯人が下に手押し車に入れるときに出したということだ。そう、おそらくはその時付着したんだ、被害者の血痕がな。俺たちが機関室を操作した時はまんじゅうなんかなかった。すでに大使館員に配られてしまったんだろうぜ。うむ、それも証拠を消すためだったと考えられるな。でもそれはその前に大場さんが盗んでいたから助かったってことか。大場さん、大泥棒も顔負けの活躍だね。盗むなんて表記悪いね。ちょっともらっただけだよ。金石、これは致命的な名称だったな。盛り上がってるところ申し訳ないんだがね。なんだこの言うは。その結婚がマニーのものだったら何なんだね。ミスルさん、あの人負け惜しみってるよ。現場に残されたユースの物証だ。そっから新たな事実が見えてくるだろう。少なくとも控室で犯行が行われたことが証明される。それで、それに何の意味があるのかね。え、失礼します。鑑定の結果はどうだった。はい、これは確かに血痕でした。やはりな。カーネージー、これで。ミスルケンジ、質問に答えてもらえるだろうか。質問？先ほどの質問だよ。それがマニーの結婚だったところで、そのことに何の意味があるのか。さっきから出るだろ、犯行現場が控室であることが。それが私が犯人だという証拠になるとでも。それは確かにその通りだ。この証拠は彼が犯人であることを示しはしない。じゃあこの証拠品意味がないってこと。そんな、がっかりつ。何よあの得意げんの、なんとかないの。三井さん、やっと見つけた証拠なんだ。なんとかこっから突破口が。ダメだ、何も思いつかん。それでは帰らせていただこう。誰だ、私を止めるのは。いい加減しとめ。自分じゃないっす。
今度は俺じゃないぜ。おばちゃんでもないわよ。自分です。なぜ君は？まだ報告が終わっていなかったもんですから。報告が終わっていない？なんだ、報告しろ。お願いします。先ほどの結婚ですが、被害者元は血液型が一致しませんでした。一致しなかった。何？え？なんだと？どういうことなんだ？被害者の結婚じゃない？じゃあ、誰の結婚だって言うんだ？わかりません。でも、血液型が被害者とは一致しませんでした。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。